今回はハイフレです。投げ込んでいて親指が太くなったせいで抜けが安定しませんでした。1歩目が早いし、タイミングも遅れ気味なので、あまり良い投げ方ではなかったです。最後も投げに行ってしまっているので、落とし位置も安定しませんでした。ラインが分かってもそこに投げ続けるためのフォーム、リリースの安定がないとスコアにはなりません。投げ込んでいて点数が出ないと不安しかないです。白が投げ込んでて点数が出なくなる時もあるから休みも必要だよと言っていました。確かに焦っても仕方ないし、投げすぎも良くない場合もあるので気をつけます。
リコは次回1、2歩目をもっと丁寧に歩きます。ハイフレなのにほぼヒロのスコアです。結局ストライク一つでした。ハイフレは268でした。次回も見てね。